あの日から8ヶ月。お、ぶどうなってる。え？これどんな感じやから。うん。まだ食べれないんだね。ちょっと青くない？ちょっと無理じゃないですか？気づけば季節は夏の終わりになりました。もう一軒公民館の前の家の毎年。うちも水来てる。あそこは水来とる。まだですよ。まだです。根本的な問題だ、うん、この辺はだいたい水来とる。家の前まで。法隆小中学校の避難所本部長多田新郎さん、自宅が全壊と判定され仮設住宅に入った後もボランティアで避難所の中心的な役割を担っています。ここにいる人は大体半壊の人も多い。だから半壊以下の人も多い。あ、純半壊、うん、だけど水が出ないとかそういう。そうそう、夫婦と父親の3人家族、梶山さん一家。ここで一番長老、うん、98歳。自宅の1階は高さ2メートル近くまで津波が入りました。まだこれで全壊でないよ。全壊じゃないんですか。うん、なあ思うやろ。こう立ってるもん、肩が取らんからダメだよ。判定は大規模半壊。遅いな。なかなか仮設住宅が回ってきません。これ全壊にならんやつや。なあ、ばっかりってもんやろ。まだ仮設に入れないって、いつ入れるの？こうどこにその矛先を向けていいのかわからない。ストレスが溜まっていく。で同じ体験やったらわかるけど、今はわからない。だから聞くのはやっとこうよと。半農半漁の暮らしを続けてきた法隆町。地震と津波でその営みは一変しました。倒壊家屋が水道復旧の妨げとなり、上下水道は未だに整っていません。断水が続く中で避難所を出る選択をした人もいます。寺山光悦さん。このタンクに水入れて。これがタンクなんですね。うん、1トンタンクはここまで。ああ、本当ですね。毎日知人に生活用水を運んできてもらっています。1トン1000リッター。はい、これにしてもやっぱり水道管と水が管と都合悪いやろ。電話書いてもしてません。一人は電気だけ。漁船の整備を行う作業場兼自宅は半壊と判定されました。要は過疎化っていうことですね。消滅区域やから、うん、こんなところに金かけるなって大話になってもとるんです、うん、だからあんな最低限のことしかしてくれんげん、うん、普通これ東京でこんな橋をしとくと見たし、こんなもん1ヶ月もかからんと修復してしもうはずや。水道も8月いっぱいで、うん、ほぼ 100% にするってんだけどなら。まあとにかくダメねえわ。公害的にあと10年すればもう住む人おらんくなるよ、うん、我ら死んでもうちょっと。先月15日、
町は盆踊り会を開きました。開催は5年ぶりです。地震で、ね、まあ、いろいろバラバラになったんだけど、少しずつ、ね、また法隆町民がまた一体感を持ってなんかできるようになればいいなって、まあそう簡単にはいかないと思うんだけど、うん、仮設住宅や二次避難先からたくさんの人が集まりました。夏休みが終わりに近づいた頃、仮設住宅の一つが完成し、一気に14人が避難所を出ました。ただやけど、法隆公民館って水道使えるんけ、まあ、一軒行ってちょっとやってみるか。行ってみれば、うん、だって通信がされてるんでしょ。もう来とるって。だけど中で漏れとったらあれ。多田さんたちはある決断をしていました。どうやったの、便所。多分漏れてねえね、これなら。大丈夫なんですか。多分、うん、多分メーターの回り方で分かる、ね、うんうん、よし。断水が解消した公民館に避難所を移すことにしたのです。で、入り口がエアコンこれ取り付けたばっかり。そうなん、これ新しい、あ、これ、ね、新しい中途からも新興社みたいなやつしょうもないな、とりあえずあちらでお世話になろうかなって、うん、いずれはここへ出なきゃならんかな、うんうん、ちなみに仮設住宅今お二人とも申し込んで、あの、はい、昨日当たりましたでもまだ1ヶ月、うん、こっちはあれか、こっちは狭いからこっちにもう一つ。避難所にいた24人はここで仮設住宅や自宅に住めるようになる日を待ちます。60人の在籍者、在籍する子どもたちのうち今30人しかなので、やっぱり、あ、学校が元に戻ったっていうことは子どもたちにとってもそうだし、地域にとっても、あ、学校は元に戻ったのかって、避難所で亡くなったよっていう、そういうのがやっぱり大事だろう。それを発信していくっていうことも、法隆の町が少しずつ前に向かってるよっていう。このエンジンもそういうやつで、まあ、半壊の自宅で生活する寺山さん。ほんで今やっと河原屋さんが来てかって、今外の昨日足場組んで行ってんけど、あ、本当ですね。2月に頼んだ屋根瓦の張り替えがようやく始まりました。河原が来たらここしかねえ、せめにや新たにまた建てるってわけにいかんし、まあなんとか住まいできるだけいいか。お、いろいろ手もねんかや。お、乗ってしまうだよ。いろいろになったがや。あと乗せるばっかり。今日も作業場にはお客さんの姿。どうぞ。ねえ、ミスター、おいしゃん。なんも、そうですか。あの一つしか直れんな。